青葉流 TV from 丘の横浜。青葉区は男性の平均寿命が日本一の長寿の町となったことが公表されました。まあ、これからは自分らしく私らしく生き生きと暮らしていけるかということもとっても重要ですよね。それには適度な運動、健康的な食生活、さらには定期的な健康チェックなどもとっても大切です。青葉区では区の特徴を生かした健康づくりの取り組み、青葉健康スタイルを進めています。運動習慣は筋肉を鍛えるだけではなく心肺機能がアップし基礎代謝が上がります。今回は手軽に始められるウォーキングのコースを紹介します。青葉区役所を出発し鶴見川沿い萌木野公園を経由して藤ヶ丘駅までのおよそ 3.8km を歩きます。はい、ではこの歩数計を持って歩いていきたいと思います。いい天気だな今日は。素晴らしいじゃないか。しょ、いやのどかな川辺をウォーキングするのは気持ちいいですね。川のせせらぎも聞こえてきて、そしてあ、ここ岸壁には花壇もしつらえてあるな。この花壇は中学生、高校生、地域のボランティアの方々が管理しています。宮前人道橋を渡って市街地に入り並木道を歩きます。池があるな。ここ萌木野公園は5月下旬になると睡蓮の花がきれいに咲くそうです。さあ、ということで歩き始めてからおよそ1時間目的地の藤ヶ丘駅に到着です。歩数は5485歩、はい、でした。まあ、でも歩いてみるとこう仲間と一緒にウォーキングしたりランニングしたりしてる人も結構いらっしゃいましたね。やっぱりこう仲間と一緒に運動すると気持ちいいですよね。今回のコースは青葉区保健活動推進員が横浜美術大学の学生と一緒に作成した16コースのイラストマップや全44コースのウォーキングマップでご紹介しています。またこのほか介護予防のために身近なところで仲間と一緒に楽しく参加できる場元気づくりステーションや青葉スポーツセンターでは500円でさまざまなプログラムに参加できるワンコインプログラムもあります。体調に合わせて気軽にスポーツや体を動かす習慣を身につけましょう。健康で長生きするためには1日3食規則正しくバランスの良い食事が大切です。食生活等改善推進員の皆さんにポイントを伺いました。現代の食生活では野菜が不足しがちです。目標は野菜を1日 350g 以上摂ることです。茹でる、炒めるなど調理するとかさも減り食べやすくなります。老化予防のために肉、魚、卵など動物性タンパク質を摂ることも大切です。手軽に野菜をたっぷり食べられるクッキングシート蒸し、ぜひお試しください。健康寿命を伸ばすためにバランスの良い食事を心がけましょう。定期的に自分の体をチェックすることは大切です。ここでは最近注目されているオーラルフレイルについて紹介します。年齢を重ねると口の機能が衰え、それにより全身の筋力や機能が低下することをオーラルフレイルと言います。今回は歯科衛生士の淵さんにお話を伺いました。
まあ、特にお口のオーラルフレイルということなんですけど、はい、これはどういうことなんですか。はい、はい、お口の中でむせたりとか、はいはい、あと食べこぼしがあったりとか、うん、それからお口が乾くっていうそういう症状が出てくると、うん、オーラルフレイルのサインですよ、まずかかりつけの歯医者さんにご相談ください。歯医者さんに、はい、はい、青葉区の歯科医師会も相談乗りますのでお電話ください。なるほど、はい、わかりました。またお口を動かすことが大切ですので今回お口の体操をやってみましょう。お口の体操、はい、教えてください。お口体操です。よろしくお願いします。グー、口角を上げてしっかり閉じます。パー、口を大きく開けます。ぐるぐる、お口の中をなめます。ごっくん、たまった唾をごっくん。べー、ベロの先に力を入れてしっかりと前へ出します。最近の調査では仲間と一緒に運動や地域活動などの社会参加をすることで体にもメンタルにも良い影響があるということが分かってきました。そこで地域で保健活動推進員として体操、ウォーキングなどのイベントを企画する三部さんにお話を伺いました。始められたこうきっかけというのはどういうことだったんですか。たまたま私が定年になりまして、はい、地区の会長さんが、ぜひこういうのがあるからやってみないかということで、お誘い受けた、はい、地域の方ともつながってくるっていうような実感もそれはとてもあります。そうですか、はい、大勢の方とね、はい、お顔を合わせる機会がありますので。そうですか。参加者の方々もこう楽しんでるっていう風景もあったりしますか、うん、お茶の時間のお菓子の買い出しをしていただく方とかね、はい、会計は会計で、うんうん、いつも会費を集めていただく方とかね、それぞれの あれがあるんで、とてもいいんじゃないかなと思っております。三部さんの活動の一つ、元気づくりステーション白鳥サロンの参加者の方にもお話を伺いました。皆様から刺激を受けて、これはいいことだと思いますよね。よく喋ることかな。よくおしゃべりするんです。歩くのが大好きなんで、歩くののウォーキングの会にも入ってるの。ご家族やご友人と参加されていた方も多く、皆さんとてもお元気で若々しくて楽しそうでした。ガマダ県の美味探訪。このコーナーでは青葉区内の美味しいお店、青葉ブランド認定店を紹介します。まず伺ったのは沖縄粟国島料理アグーン。お待たせしました、はい、アグー豚でございます。 ありがとうございます。おー、こちらではアグー豚炭火焼き三種ソースをいただきました。辛みとそのコクとこの油、はい、アグー豚の油が絶妙なマッチングですね。これね、粟国の昔からの伝統の味噌なので、うんうん、鉄分が豊富だと言われてますけど、はい、そうなんですね、はい、天然な食材を使って体に優しい食べても安全な料理を提供させていただくように努めてます。そうですか、はい、続いて伺ったのは四川料理旬。お待たせしました。こちらではチン麻婆豆腐をいただきました。いや、私辛いもの大好きですけど早速いただきます。うん、コクがある辛さというか奥がある辛さという感じがしますね。ひき肉も、はい、甜麺醤っていう、うん、あっちょう味噌と、はい、お砂糖と、はい、そういうたまり醤油とか入れて、そういう調味料で全部自家製で作ってるんですね。本場の四川省に、うん、山椒を買い付けに行きまして、はい、取れたての山椒を、はあ、はい、買いに行って、それがふんだんに使われている、はい、次回も青葉区内の美味しいお店を紹介していきます。お楽しみに。今回は青葉健康スタイルをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。運動、食生活、健康チェックなどに加えて、人と人とのつながり、地域活動への参加が心身の健康に効果があるということがよく分かりました。ご家族、ご友人、地域の方々と一緒に健康づくりを始めてみませんか。魅力いっぱい青葉区、次回も
お楽しみに。